アイドルマスターシンデレラアイドルマスターシンデレラガールズスターライトステージ。いらっしゃいませ。バーフィリップにお越しくださいまして誠にありがとうございます。はい、今回はシンデレラフェスブランを回させていただきとうございます。今回のお目当てピックアップはこちら、宗像あつみちゃんでございます。愛されたがりベイビー。なぜ私があつみちゃんをお求めになるかというと、この新効果トリコロールユニゾン、これがまたね結構強い能力ということもございまして、今後戦力として強くなること間違いなしというふうに私は読んだので、まあ何が何でも彼女を当てさせていただこうかなと思いました次第でございます。どうぞお付き合いのほどよろしくお願いいたします。それではまずは一発目アイテムで慌てず騒がず引きましょう。プラチナ10連ガシャチケットが3枚ありますからね、こちらから使っていきますね。さあまずは最初の一発目、青ブート。SR2 枚。まあまあまあ。出やすくはなってはいるとはいえども、やはりね、SSR、ピックアップでございますから。なかなか出にくいんじゃないでしょうかね。今回は長期戦になること必須か ?2 回目、青ブート。SR1 枚。これまた渋いですね。なかなか出にくいのかな?最後の、10連ガシャチケット。どうだ?どうだ?青ブート。SR1 枚。いや、こないだのミリオンのガシャが運が良すぎて、今度はこっちの運がなくなってきた感じがいたしますね。今度はジュエルを使っての10連。お、いいですね。SSR に良い。1枚目。上田、鈴穂ちゃん、鈴穂っちでございます。後ろのアイドルの皆様の着ぐるみも最高ですが、入手済みアイドル様なんでございます。もう1枚は、これは、クールアイドル、渋谷りんちゃんでございます。オーバーマイセルフ。これはあれですね。トリコロール、ボーカル、ボイスのやつですね。ボーカル特化のりんちゃん。何気、結構前の SSR ですが、私、未入手アイドルでございました。とりあえず、ゲットでございますが、まだまだ、お目当てには、おとといわけでございます。いきますよ、まだまだ、白ブート!何もない、本当に白ブートでございました。まだ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 、ジュエルは、たっぷりある。デレの方は最近ガシャ回していなかったので、たまりにたまった、ジュエルを解き放っていこうかと思います。けど、白ブートが乱発されると、またない。なぜに何故なんでかな。まだ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 、大変だけど、必ずゲットだぜ。アイドル、ゲットだぜ、イエ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 イ。バーフィリップで、さよならバイバイ。私はあの子と、プロデュース。ちょっとなぁ、あんまりにもガシャが出なさすぎて、なんか気の利いた言葉も言えなくなってしまいましたね。どうしたもんだかって感じですよ。放送事故ならぬ、ガシャ事故ですよ。いや、SSR も出てこなくなってきたなぁ。ちょっと、この疲れたテンションに、このガシャ動画は、なかなか、骨身に、おーっと来た!これはプレミアムブート !1 枚!けど、この1枚が期待してもいいよねという1枚!佐久間まゆさんでございます。当たって嬉しいけれど、永遠の結び愛、佐久間まゆ実はもう持っている入手済みまゆさんでございました。けど、大丈夫。ダブってもメダルになる。プラチナメダルになる。なので、まだ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 、お目当て当てたいと
私を持ってます。うん、来た !SSR1 枚どなた?よりた、よしのんでございます。よしのちゃんでございます。わだつみの導き手、しかし持っている。どうしてだ?結構持っている SS バールばっかやってきますね。おい!どうなっとるんだい?シンデレラフェスブラン。白ガチャ。来ない!すいません。ちょっと、言い過ぎました。謝りますので、当てさせてください。お願いします。私の生活が、いろんな意味でかかってるんです。どうだ?ダメだ。ダメだ。どうしよう。出ない。本当に、右下の方で運が、吸われすぎちゃったのかもしれない。お願い出て。声も、そこまで張り上げられない。夜中の収録なんですから、お願いしますよ。ああ、来ないな。お願い。当たって。お、一枚!誰だ?誰だ?もうここまで来ると。ゆうきはるちゃん。お願い。せめて持ってないはるちゃんで。よし、これは持ってない。超イケメンのやつですよ。いや、どのはるちゃんもイケメンですけれども。この秘密のブルーローズは特にでございますよ。スーツなんか着ちゃっても、かわいい&かっこいい。欲張りかって感じでございますよ。リフレイン、ハル。お迎えできました。ですが。いや、ここまで回して、なかなかお目当てに会えないっていうのは、まあ、運がない方ですね。白ブートです、しかも。まあ、そりゃそうだよな。SSR 引いた矢先に連続で SSR なんて、なかなかないですからね。回して回して回しまくる。回して回して回しまくる。ガチャ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 。ガシャでございますが、おこれはプレミアムブート一枚一枚だけかけど中身問題は中身内容アイドル様アスカってことは二宮アスカちゃんこれはあれだあのボーカルかダンスだダンス特化のやつだエクステンドワールド二宮アスカダンス編成で特技が5種類一気に同時発動できるいいやつボーカルモチーフ、そうそう、レゾナンスボイス。ちょっとね、レゾナンスボイスという単語が出なさすぎて、ちょっと私の雑な説明になってしまいました。申し訳ございません。お次は、アブト。お、けど、SSR。お願い、お願い。実はこういうとこで出るっていう感じで。辻のあかりちゃん。お、いいですね。元ユニボ。ユニット名募集中。現ユニクスの3人が映ってる。お目覚め赤リンゴ。辻のあかりちゃんでございました。いいですね。電車の帰り道、遊び、疲れて寝てるっていうところでございましょうか。お、こちらもダンスモチーフ、レゾナンスステップでございましたが、ありがとうございます。某イベントのとこ、時ではすごくお世話になる。スキルでございますので、ありがたいです。青ブート、けど、SSR1 枚来てそろそろ来てこのサインは、シブリーンさっきも当たっちゃったオーバーバーシャーフグワーンってね。演出的にはかっこいい音だったんですけれども。まあ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 。演出がこれだからって、絶対持ってないアイドルが出てくるとも限らないこれは、プレミアムブートプレミアム高藤佳子さんお、これは、多分持ってないやつ結構私も当てた枚数が多いから、持ってたかどうかっていうのがうろ覚え。よしニューって書いてあるから持ってないやつありがとうございます。もう、佳子さんが出てくると幸運の女神って感じでございますから。と言っても、もう、天井まで結構近くなってきたんじゃないか?
まさかの天井突破シェリー・フィリップになりそうでございますよ。このままだと、やっぱり白ブートだし出ないし。ますますます、私の画商を回す手がだん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 速くなってくる。アブート、ない、なんでないの。それがガシャという定めだということは分かっているのですけれども、こんなの、あんまりだ。お、2枚、しかもプレミアムブートだった今。お、ミオ、ホンダ、ちゃんミオでございます。ホンダミオちゃん。SS レア、ステージオブマジック、しかし持っている。いいんです。持っていたってメダルになるから。これは、イブちゃんか。イブサンタクロース。やったーと言いたいところだけど、これ先日、交換しちゃったんだよな、スカウトチケットで。まさかの先日スカチケで交換したイブちゃんがもう自力で弾けるとは。頼む、そろそろ来て。まあですよね。SSR が2枚入ってた封筒が来ましたわけですから。もう来ちゃいましたよ。250まで。250まで来ちゃった。けど、本当の天井は、あと5回回して300で到達なんですよね。そういうことなんですよ。あと5回できれば天井を迎えたくない。天井を迎える前に当てたい。よし、 !SSR1 枚、ここで引いてきてくれ。アスカ二宮、これは持ってないやつ。よーし、空想のフラグメント、二宮アスカちゃんでございます。いや、さすがにね、入手済み連続かぶりは、ちょっと苦しいものがございますから、未入手が出てくれるとありがたい。ポテンシャルも上げられる。ポテンシャルっていうか、あれですね、プロデューサーの、あのポイントですよ。もういろいろ有利になるポイントが上げられるやつ。雑な説明ですいません。来た！ピックアップだよね、あつみちゃん。来たー！ようやっと来てくれた。愛されたがりベイビー。宗像あつみちゃん。そしてメイドのタクミンも、シュガハも、リアムも、みんな可愛い。いやー、270、ここまで回してようやっと来ましたよ。トリコロールスパイク。赤ちゃんだから優しいぬくもりに甘えたい。柔らかいお山に包まれながらよしよしってなりたいよ。生まれたての私を大きな愛で受け止めて。しょうがねえだろう、赤ちゃんなんだから。師匠、お会いしとうございました。男児たるもの、泣くではない、とかそんな感じのセリフでしたっけ。もう感動のあまりいろいろと雑になってしまいましたよ。もうお目当て当たりましたけれども、せめて天井行って何か持ってないやつを当てたいところ。しかもここでプレミアム社員ブート、いい演出。この演出が来ると胸が熱くなる、略して胸熱。ユサコズエちゃん、これは持ってないやつ来たー。ぬくなる誘い、ユサコズエ。なんかもう神々しく見える。当たり方も良かったということも相まってか。よし、シンデレラウィッシュリフレイン、素晴らしい。そしてこれで最後だ。もうこれが当たろうが当たる前がもはや関係ない。天井突っつく300連目、出なーい。というわけで、はい、スター社員300個溜まったのでスカウトさせていただこうかと思うんですけど、どうしよっかなー。
そうですね。私がお迎えしたいのは、まずは入手済みを除く。そして SSR。まあこれは当然ですよね。そしてアビリティ。スキルはトリコロールのどれだったっけな、そうこれトリコロールシンフォニーでもって7秒高確率、これが大事。秒数を合わせることがハイスコアにつながりますからね。で、ピックアップされたアイドルがこのお三方。まずは中野ゆかちゃんか。ビジュアル特化いいですね。そう、私は7秒ごとのトリコロールシンフォニー、そしてビジュアル特化が欲しい。かなこちゃんはボーカル特化か、残念。ちょっとね、今回はビジュアル特化を探してるところ。はじめちゃんもビジュアル特化いいですね。となるとキュートのゆかちゃんかクールのはじめちゃんかのどっちかって感じになりますね。まあそうなると属性的にはじめちゃんの方がいいかな、私の編成的には。悩ましい。でもそうなんだよな、ポテンシャルははじめちゃんの方が確か高かった気がするから、戦力、即戦力的な意味でもはじめちゃんにいたします。テレテテテテレテテテテレテテレテレレ、やっと天井突破、藤原はじめ、天に歌、地に器。自然と笑みが。いや、わかります。わかりますよ。私だって、さっきから気持ち悪い笑みがこぼれまくっていますから。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。